町に増串本町ということで、日本とトルコの友好の地ということで大名に見させていただいてますけど、まあ、このところって結構知ってる方いらっしゃると思うんで、実際来たことがある方も結構少ないかなって感じがするんだけど、自分自身も初めて来ました。トルコは行ったことあるんですけどね。で、毎回トルコ人とね会うと大体の人々に言われるのが、その1890年の、海内1890でもね映画の舞台になった場所なんですけど、そこのところでということで、トルコスパントルコの海軍の船が和歌山の沖で難破してということで、遭難してということで、ちょうどそこなんですね。で、そこのところに今から行くこのトルコ記念館があって、今駐車場を止めてここいるんですけど、で、トルコ軍の、軍艦の遭難慰霊碑があります。ここにちょっと慰霊にさせていただきたいと思います。あとは灯台ね、灯台目指してきたということ で、そのあたりですね。はい、でちょっと今から行きたいと思います。で、こちらがね、トルコの記念館です。これからちょっと入ってきたいと思ってます。トルコ記念館ということで、明治23年ですね、1890年9月の16日、オスマントルコ最初の使節団を乗せた、エルトゥルール号が、天皇陛下のね、謁見を終え帰国する途中ですね、この当施設、この記念館の沖で遭難、で島民の、献身的な救助活動により、トルコと日本の友好の歴史が始まったということで、この、施設には、当時のエルトゥル号の遺品や資料が展示されている、当時のものが展示されているということで、まあ、西暦1890年という今から133年前ですけどね。すごいな。で、トルコの人々に私本当によく言われるんですよね、このエルトゥル号のことに対してね。よく、まあ、メディアが報じて、さらにそれが、まあ、教育でもその後の後世に伝えられてきたということで、そこがもうトルコ人と、あともうかなりもう感謝して、日本とは友達だ、ね、親友だ、兄弟の国だとね、言ってます。で、この壁もなんかトルコっぽいですね。はい、でトルコ語でも書かれてます。で、このトルコ記念館ということで、9時から17時、大人が500円で、小中高生が250円ですね。あとは日米の就航記念館があって、そこのところと含めると、300円。で、JAF の割引で400円だから、JAF の割引でちょっと使おうかなと思ってます。で、この先ですね、トルコ軍艦エルトゥールル号
遭難現場ということで、このちょうど真ん中の岩ですね、はい、ここに船が遭難座礁したということです。で、数多くの方亡くなられということで、生存された方はこの串本の方々懸命のね、介護されたということですね。ちょうどトルコからね、団体の方々来てます。団体でね、トルコ人が来てるんですけど、結構やっぱ来るようですね、ここが串本町、歴史で教科書とかでも、ね、習ったりするところで親日国の理由になってるところなんですけど、多くの方々が日本がトルコを救ってくれたということで感謝しているので、実際この現場に来てみたいということで、来てるところですね。このところだよね、まあ、漁船が結構あります。漁業が盛んに行われてます。来てます。ここから、エルトゥルル号が遭難した現場が見えるんですけど、まあ、トルコからね、わざわざここまで来てというです、ね、結構多く来るみたいですね。私自もトルコに行った時なんかも結構その数多くの人でね、まあ、ここの話をされて、エルトゥルル号の話をされて、まあ、日本とは兄弟みたいな国とよく言われるんですけどね、まあ、多くのトルコ人が来ていただいて嬉しいですね。で、あそこに灯台があります。なんで灯台を目指して夜、まあ来たんですけどね。で、そこのあたりで、ナンパしたということですね。そっちが灯台です。前からあるとですね、明治時代で、こんな感じでちょっと岩場になってますね。すごいですよ、ここら辺ね、風光明媚な場所です。で、こんな感じでね、トルコの人たちいっぱい来てますよ。ここのところの現場が書かれてるんで、そこの背景に写真撮る感じですね。これはレストラン？今日休みか。あ、開館予定日が4日か。そっか、だから普通閉まってんだよ、普段は。だいたいこれ懐かしいね、トルコのノビライスね、これ懐かしいです。で、買ってみましたね、トルコアイス。結構こう伸びる感じなんだよね。いただきます。ここのところですね、トルコ軍の、軍艦遭難慰霊碑ということで、慰霊碑ですね、明治23年、西暦でいうと1890年の9月の16日に、トルコ皇帝トカシェさんを乗せた、軍艦エルトゥールル号ね、が暴風のためこの慰霊碑眼下の海域に臨む、ところで岩礁でね、難破した感じです。で、島民は献身的な救助活動を繰り広げということで、69名を救助しましたが、580名余りの乗組員の尊い命が奪われました。そして引き上げられた遺体をこの丘に埋葬したということで、翌明治24年に和歌山県知事をはじめ有志の義金により墓碑と慰霊碑が建立され、合わせて追悼祭が行われたということです。この日は昭和4年の昭和天皇のここのところね、ここに行幸されてるわけだけど、行幸を聞いた、トルコ共和国、ムスタファ・ケマル・アタチュルク初代大統領が新たに慰霊碑を建立することを決定ということで、トルコ共和国の資金によって昭和12年、昭和4年に建てられたんですね、長古ですね、慰霊碑ですね。トルコの旗と、日本の、旭日旗がね、あります、今からちょっと入れさせていただきたいと思います。
ということでね、私は1回行ったことありますし、まあ、世界各所回る中でトルコ人って結構出会うんですね。で前、まあ、からね伝えさせていただいた通り、トルコ人に聞くとやっぱりこのエルトゥールル号の話をされてね、日本が我々トルコ人を助けてくれたと、まあ、その後イラン・イラク戦争の時トルコが逆に助けてくれたということで、この義理と人情、義理の精神ですね、ということで素晴らしいな感じがしますね。だから親日国っていうのは世界に数多くあって、その中でもやっぱ親日国の中でも親日トルコは結構私はすごく実感するところですね。タイとかパラオとか、まあ、他にもフィンランドとかね、ポーランドいろいろあるわけだけど、アジアなんかも結構ありますからね、そういったところもねまた現地より、伝えていければと思ってます。まずここに関してはね、初めて、来ましたけどね、素晴らしいです。でこのトルコのこの軍大砲ですね、あります。で献花されて、新しいですから毎日献花されてるのかな。でこれはトルコ施設館のエルトゥール号の水筒花ですね、ここ日本で作られているということで、昭和34年の初演以来ということで、この地区で歌い継がれて、現在でも慰霊祭等の際に演奏されているということです。でこちら側が、向こうが串本町駅の方ですね、なります。で向こうからずっと渡ってきたんですけどね、あそこに奇岩があってね、あそこもちょっとこの後行く予定ですけど、あとは紀伊山地の山々が結構見えます。すごいね、こう考えるとこの、南紀のあたりはやっぱすごいなって感じがしますよ。しかしこう考えるとこの柏崎に昭和天皇が行幸されたとかすごいなって感じがしますね。歴史的な場所ですからね。でこの吉野熊野の国立公園ということで今ここにいます。で結構こう回ってきて向こうの熊野の方からですね、来て新宮ですね、熊野早玉大社、本宮大社で温泉に宿泊して、でこの今串本町かなちカステラも行ってね、でこの後白浜まで行きます。ちょっと遠い。騎馬像ということでトルコ行かれたことならわかると思うんですけど、イスタンブールの空港ですね、アタチュルクの空港ってあると思うんですけど、アタチュルクの空港の名前になっている方ですね、第一次世界大戦後に、分割占領された祖国再、解放に立ち上がったムスタファ・ケマル、アタチュルクは指導者でこの戦争を勝利に導いたトルコ国民の偉大な英雄であるということで、アタチュルクは初代大統領として あらゆる分野で改革を行い、祖国の近代化を成し遂げた建国の地として、今もなおね国民から、深い、尊敬を受けているということで、この騎馬像は、日本トルコ友好の礎、を築いた、軍艦エルトゥール号の、遭難120年にあたる年に、さらなる両国友好の発展を祈って、駐日、トルコ共和国大使館より、串本町に寄贈されたものである。本尊の岸本の寄贈を接しにあたり支援をいただいた中日トルコ共和国大使館、日本財団をはじめとする多くの方々に感謝を捧げる。こちらは昭和天皇が行幸、ここにね行幸された時のものですね。昭和6年に建立されているものです。で今からこの灯台ですね、灯台入ってきます。昔からこれあるということで、ここを目指して、トルコのそのエルトゥール号がね来たんですけど、途中ですぐ手前ですけどね、そのでこれができたのが、明治3年です。西暦1870年、だから明治になってすぐですね、遭難事故の20年前です。
すごい。そうで、螺旋階段今登っていってます。東大の上までね。よいしょ。結構目回るね、これ。ちょっと景色がすごいです。ここから見えるね。向こうが遭難現場です。ぐるっとちょっと回りましょう。涼しい。日陰はね、ちょうど夏ですね。しかし海が綺麗ですね。風もちょっと心地いいですわ。はい、すごいね。すげえな、このカメムシがいっぱい死んでますよ、これ。トイレにもいっぱいいましたから、カメムシ。匂いはちょっとそんなしないけど。で、灯台からちょうど遭難現場見えます。灯台を目指してきて、で、遭難現場が向こうの方ですね。そうなっています。で、今トルコ人の団体客が結構来てましたね。トルコの人たちもここに来るんです。トルコから、まあ、直面飛んでますけどね、 TK が、トルコ航空がね。すごいですね、嬉しいですね。そう考えると、この日本とトルコの歴史ということで、こういう感じでトルコ人ができてますけどね。ちょっと話しましたよ、向こうでも。あまり話せないであれでしたけどね。相当すごいですね、こんな感じです。